はい、どうも、りょういちです。それでは、サブノーティカ、やっていきたいと思います。前回植えたね、ランタンツリーがね、順調に育ってますね。すごいな、これ。こんな小さな植木鉢で、こんな巨大な木がね、育つとは。そして、まあ、一応、メロンもね、植えておきました。また、種をちょっといろいろ取りに行かないとな。取りに行ってね、いっぱい増やしたいね。基地拡張はしたいね。まあ、それはまたにしよう。まあ、とりあえず、今回はね、ちょっとオーロラ号、ほったらかしにしてたオーロラ号の方、ちょっと調査に行こうかな。行けるのかな？なんか中に入れるらしいんだよね。ちょっとわかんないけど、中に入れるらしいからね。ちょっと中に入って、まあ何か、イベント的なものもあるらしいからね。それに行かないといけないんだよね。多分。よし。シーモス。行くぞ。オーロラ号の付近にはなんかあんな危険なやつがいたからな、前ね。食われたからな。ちょっと危ないけどな。オーロラ号どっちだ？こっちか。こっちだ。よし。とりあえず、接近しよう。どこに入り口があるのかちょっとわかんないけど。後ろの方にあいつがいたから、まあ、側面から、こう、前の方を調査してみるか。よし、近づいてきたぞ。いやー、でかいね。さすがに。この辺は、なんか乗り上げてるよね。まさか水の上ってことはないよね。水中だよね。あれはなんだ？あれは脱出ポットか。別の。あ、でも、水中じゃないのか、これ。若干上に出てるもんね。操作は陸地で行えるのかな？空気があるのかもしれない。空気なかったらさすがに厳しいもんね。一部分だけ下に沈んでるけど、そこが入り口とかで、で、上に上がっていけんのかな？ってことは、空気の心配はいらないのかな？それだったらいいけどね。空気いるんだったら、パイプ山ほど繋がないといけないかもしんない。一応食料と水は少し持ってきたけどね。どうだ？この辺、あ、なんか、あ、開いてないか。開いてないな。入れないね。あ、この辺、普通に入れんじゃない？あ、普通にこの辺は、開いてますね、大きく。あ、ビリビリだ。あ、ビリビリがいつも、なんか、なんだ、めっちゃ揺れてる。この辺めっちゃ揺れるよね。ビリビリが大体でもね、入り口だったりするからな。目印になってる気がするんだ。あ、この辺怪しいけどな。なんか、すげえな。さすがに行けないか。どこまでシーモスで行けるのか。めっちゃ揺れてるわ。なんか狭い通路でもありそうだけどな。この下はどうなんだろうな。シーモスじゃもう終わりかな。これが限界か。まさかそれか、この上からもう行くのかな。もうこの上か。もしかして、あ、その可能性もあるな。一回降りよう。あ、ぽい。あ、ぽいぞ。もう上だ。あ、もう上。あ、雲だ。マジかよ。よろ。雲がいるじゃん、ここにも。わ、あいつらいるじゃん。なんでいるんだよ。あの島だけじゃないのかよ。陸地にはもうすでにはびこってんのか。おら、おら、いて、強い、強いか。でも死なない、ない、ナイフじゃダメか。やっぱ、キャノンかな。キャノン使った方がいいかな。おらおらおら、おらおらおら、待て待て待て、くそ。おらおらおら。よし。おら、おら。逃げていく、逃げていくわ。よし、まあいいや。おお、空気、空気あるんだね。いいね。あとは空腹ぐらいか、気をつければいいのは。じゃあ、よしよし。じゃあまあ、手早くね、雲に気をつけながら行くか。スキャンとかもできんのかな。なんかスキャンとかもありそうだよね。設計図はありそうだな。ん？これいけんのかな。これはいけんのか。これまさか。これか？これで動かすのかな。あ、動くぞ。動くぞ、これ。あ、すげえ。あ、でも動か、無理か。挟まってる。引っ張れ。よし。すげえな。そうか。これ岩も掴んでたからね。そうか、こんなものも掴めるんだな。あ、すげえ。あ、すげえな。いけるようになった。あ、めっちゃ燃えてるけど。ライト、ライト。ライトはいらないか。あ、消火器だ。消火器もいるのか、まさか。消火器。まあでも1本あったからな。これで足りるかな。とりあえず、スキャン。
そうだな。まあここでいいか。消火器あんま使わないといいけど、これにもバッテリーいる、バッテリーとか燃料いるから、ちょび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 行こう、ちょびちょび、あまり使いすぎると良くない。片側だけ消火しよう、片側だけ消火、よしよし、節約しないと。もしかしてまだ一箇所じゃない、いてっ、熱っ、熱いわ。あ、水だ、浸水してる。そうか、一部分浸水してんのか。あっちは扉あるね、あそこは開かなさそうな扉、開かなさそうだね。これ登ることも難しいか、無理だな。こっちか、こっち行くしかないな。とりあえず適当にちゃちゃっと見て、あ、 PDA とかもあるんだ。研究室へのアクセスって書いてるぞ。研究室に行かないといけないのか。あ、ここか。あ、ここもあるぞ。あ、これだ、なんだ、パッドだ。研究室へアクセスはドアの解除コードは6483って書いてる。おー、マジか、6483、これで直接押せばいいのかな。え、64、あ、揺れる揺れる、883、どうだ、よし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 、いいね、いけた、研究室開いたぞ。ここも無理か、空気なしか、空気なしだな。ちゃちゃっと見るしかない。なんだこれ、なんかあったぞ。なんだこれ、あ、なんだ、装飾、え、何あれ。あ、水だ、水水、あとで見よう。ちょっとスキャンは、スキャン、スキャンはしなくていい。あ、 PDA、 PDA、 なんだ、ストレイダー、あ、ダウンロード、よし、破損、あ、キャノンか、キャノンはもう持ってんじゃない。こっちはドア開ける、開けれるな、まだいける。あ、水、空気空気空気、やった、空気あった、やったぞ。おー、いいね、ところどころにあんのはいいね。この上はいけなさそうだな。お、バッテリーか、バッテリーも嬉しいぞ。バッテリーもなくなったら終わりだからな。他はなさげか。あ、これ、あれ、繋がってる、あれ、繋がってんじゃん。まさかこっちから繋がって、ああー、こっからこう来て、この下だったのか。なるほどね、最初は気づかなかったぜ。なるほどね、そういうことだったのか。まあでもここも開かなかったのか、最初はね。じゃあこれだけか、特に何もなさそうだね、これ以上はないか、おそらく。なんか謎のさっきアイテム取ったけど、何だったの、これこれこれ、実験器具って書いてる。なんかに使うのかな、イベントに使うのかな。この後持って行ってどこかで使うのかもしれん。そしてこれレーザーカッターだよな。よし、さあ開け、よしよしよし、さあ、そして空気が意外とないぞ。あ、空気あるわ、もう、よし。お、またデータがあるぞ、これ、オーロラのブラックボックス。あ、ブラックボックスか、これなんか重要な情報が入ってるかもしれん。よし、そして空気を補充、そして道はあっち側か。何か取れるものとかはないのかな。取っていきたいからな、スキャンとかできるんだったら。設計図とかも欲しいしな。何もなさそうかな、イベントぐらいなのかもしれんね、わからんけど。そしてまた水の中、うおー、なんだここは、複雑になっとるね。こっち側だな、こうか。うわ、すげえな、このパイプ、どこがどうつながってるか全然わかんないじゃん。これなんだこれ、これ関係ない。こっちもなんもないね。あ、箱があるけどなんもなし。この辺はなんもなさそうだな。あ、普通に上に出れるわ。おお、すげえすげえぞ、あれブラウンスーツじゃない、これ、これブラウンスーツでしょ、すげえ。あー、なんか新品のないかな、新品のプラウンスーツ、新品のプラウンスーツが欲しい。あ、消火器だ、消火器まだ使うかもしれんからな、一応取っとくか。
なんかまあ取れるものは特になさそうだしな、アイテムとか素材とかはなさそうだし、よしよし。そして上に上がりたい。よし上に、よし上に上がったぞ。プラウンスーツスキャンできる、これ。なんか今言ってたな、なんだって。おー、プラウンスーツマーク2、マーク3だ。マーク3、何それ、マーク3なのか。あれも行きたいな、あっち側のプラウンスーツ。よし、4分の2だ。プラウンスーツのフラグメント4分の2だって。あれはまた別なのかな、ここで完成するかもしれんな、もしかしたら。まだ結構残ってそうだもんな。でけえプラウンスーツ、新品あるかな。結構いろいろ、サイクロプスもあるかもしれんな、これは。ここでなんかあれだ、あの置いてたんだ。こっからあれか、水の中に行ってた巨大なムーンプール的なやつかな。でさっきのなんかお知らせ何だったんだろう。音声記録、亀裂の反対側に由来するかすかなブラックボックス信号を受信。ああ、ブラックボックスまだあるってことかな、わからんけど。あ、これリペアツールじゃん。リペアツールもいるんだ、なるほど。リペアツールもあるよね、あるね。よしよしよし、いいぞ。さあ修理、バッテリーがね持ってばいいけどな。とりあえずフル充電はしてきたけど。ロッカー室って書いてんな、なんかあるかもしれん。うーわー怖い。うわ沈んでる、マジか。こっちは別に行き止まりっぽいから行かなくて良さそうかな、多分。なんか穴開いてんのか分かんないけど、まあとりあえずこっち行くか。箱、これなんだ。あ、バッテリーか、バッテリー意外とあるな。じゃあこれはいけそうだな。ライトとかもまだ交換できそうだから、ガンガン使ってもいけそうだな。あ、ロッカーだ、何かあるかな、貴重な。あ、水もあるじゃん、いいね。食い物重要だからな。あ、意外と減ってきてる。水も欲しいけど、食い物もくれ。あ、バッテリーだ、バッテリー結構あるぞ。あ、ファーストエイドキット、あ、 PDA、 素敵な申し出、いろいろあるね。これは探索しがいがあるぜ。こっちはなし。お、PDA 発見。オーロラの副任務指令。なるほど。で、またレーザーカッターと。ここは若干空気があるぐらいか。よし、開いた。この先はどうだ？お、また別んとこっぽいな。プラウンスーツ格納庫とロッカー室はさっきんとこだよね。また別んとこにつながってない。エンジンルーム。シーモス格納庫。おお、シーモスか。サイクロプスじゃないの。なんだって、今なんかまた言ってたな。あー、すげえ、なんかここもすごそう。エレベーターみたいになってる。なんもないか。スキャンアイテムとかなさそうだな。あ、やったー、食い物だ、レンガだ、レンガ。やったぜ、携帯食料、これは嬉しい。見て、なんだ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 、ちょ、やばいやばい、なんか、なんだこの謎の、やばいやばい、謎の生物に、やばい、助けて、殴れ、よし。あー、びっくりした、なに、怖っ、なにこれ、ヒルみたいな。ほら、スキャンできる、スキャン、ブリーダーって書いてる、ブリーダー、怖っ、怖すぎるわ。ほら、やめろ、危ない、やっつけた、恐ろしい。意外と減らされた。殴ればよかったんだな。ちょっと回復しとこう。一応、じゃあ、塩漬けも持ってきたからな。塩漬けちょっと食おう。で、水と。よしよし、いいぞ。補充した。いや、こんなんいるんだな。意外といるのか。恐ろしいな。こっちはエンジンルームだ。エンジンルームが怪しいな。エンジンルームかな。シーモス格納庫で、上はこっちは多分いけなさそうか。なんかいけなさそうな気がするな。いけたわ。いけた。いける。意外といけた。何にもないか、でも。箱もなんもない。うわ、すごい、でも。ああ、どっかつながってそうだね。さっきのとことも、おそらくどっかつながってんだろう。すごいな。めっちゃ煙が充満してる。こんなん死にそうだけどな。まだ水の中の方が、なんか良さそうだよね。何か、スキャンできそうなものも
あるか？いや、ないな。意外とないな。何にもないぞ。何にもないわ。あ、箱が一つあるぐらい。これなんだ？水。何にもない。あ、箱だ。めっちゃ燃え盛ってる。あ、PDA だ。PDA あったわ。アルテラコープ。よくわかんないな。この上は、いろいろ行けるとこが多すぎて、ちょっと迷いそうだし、あれだな。危ないな。あ、こっちの奥になんか、チェストみたいなあったけどな。消火器使って取るほどのものかな。こっから、無理やり、あ、いけた。ほっ。よし。行ったぞ。水かよ。よかった。消火器を無駄に使わずに済んだ。まあ、多分な、他は何もないだろう。多分。よし。この上は？あ、なんだろう。開くのか？開かないのか、これは。あ、ロック、開いた。開いた、開いた。普通に開いた。バッテリーだ。怪しいな。なんか書いてない。何も書いてないな、こっち。こっちなんだろうな。こっちが進む道かもしれない。なんだ。なんだ、なんだ、なんだ。お、予備電源で稼働。ブラックボックスは遠隔ダウンロード不能って書いてたな。こっちじゃないのかな。こっちが正解の道かもしれんな。ちょっとわからんな、これ。まあ、とりあえず進んでみるか。これまた道が塞がってんじゃない？キャノンかな。いや、乗り越えていったらいいか。あー、すげえ道が入り組んでおります。どっちがどっちかもう全然わかんない。先にシーモスの方とか行った方が良かったかもしれん。あ、なんだ。第三貨物保管庫と司令室。あ、なんか進んでそうだな。司令室だもんな。司令室だったらだいぶ進んでそう。プロパルションキャノン。これはもう覚えてるからな。別にチタニウム今いらないし。あ、なんか外もあるじゃん。外だ。別の外か。まあ、一回先に司令室行ってみるか。どうなんだろう。エンジンルームに行かないといけなさそうだな。エアロック。エアロックだ。ちょっとここはちょっと消していこう。危なそうだ。半分ぐらい消して。よしよし。よしよしよし。あ、雲がいっぱいいる。まただ。あ、消火器もあるぞ。エイドキット。よしよし、いいね。基本物資。よいしょ。箱は水だ。雲がいるぞ。ほら、いて。やめろ。やめろ。あー、こんな風になってんだ。ここはでももう何もなさそうだね。うん、ここから先へはいけなさそうだろう、おそらく。身体能力高くないからな、こいつは。よし、戻ろう。じゃ、司令室行くか。もう司令室一旦行ってみるか。まあ、ブラックボックスとかありそうだし。うわ、燃えてるわ。めっちゃ燃えてるわ。ここは消さないとな。完全に消していこう。消火器もあるしな。予備消火器もあるし。結構いけそうだ。よしよしよし。いいぞ。あ、狭い。司令室狭い。ここも消しとこう。よし。消えた。何でもないわ。で、これだ。データ端末。アルテラがオーロラ号を発信させる。なるほど。アルテラ。これは？これなんだ？あ、なんかあったぞ、今。あ、これスキャンか。これなんだ？ゴミ箱かよ。ゴミ箱って。ゴミ箱別にいらねえけど。PDA はなしか。バッテリーだよな、これ。バッテリーがまたあった。バッテリーもいっぱいあるな。なんで PDA だ。自分用メモ。お、メモになんかいろいろ書かれてるぞ。コードも書かれてる。貨物保管庫の解除コード1454。誕生日とかも書いてある。なるほど。1454が解除コードか。よし。なるほどね。こういうの大事なんだな。よし。じゃあ、ここはもう用なさそうだな。一旦戻るか。じゃあ、戻って、そうだな。こっちを戻れば、あれか。シーモスの方行けるか。こっちなんか渡れるけど。関係ないな。さすがに何もないな。
いで、しまった、落下ダメージ。これキャノンでどかさないともう戻れなさそうだな。キャノンの出番か。貨物室のあれか、コードはここで使ったのかな。ここにパッドがあるからな。俺逆から来たから普通に開いたんだな、きっと。多分あっち側から侵入もできたのかな。やっぱ外つながってたから、あっちから侵入した場合はあっちから来て、あの指令室行って、でこう来たって感じか。なるほど、別の入り口みたいな感じかもしれない。 OK、 じゃあとりあえずじゃあこの下行こう、戻っていこう。じゃあシーモス格納庫行ってみるか。よし、修理完了。お、シーモス、まあシーモスはもういらないけどね。何か他にあればいいけど。お、 PDA があります。 VR ソフトウェア、おお、まあ、VR に対応してるからね。なんか今スキャンがあったぞ。これなんだ。お、なんだ、振動モジュール。あ、シーモスの振動モジュール MK1 だ。おお、マジか。あ、これいいね。これあれじゃん、モッドじゃん。シーモスのモッドじゃない。やった、振動増加させる。あ、これはいいぞ。これは欲しかったやつだ。なんかスキャンできない。スキャンできないな。シーモスのフラグメントはスキャンしてもな。もういらないしな。多分同じだよね、これ。違うシーモスじゃないよね。同じだな。同じシーモスか。パワーアップシーモスではない。まあ、でも振動モジュール手に入ったしな。これはいいね。これは、ここは、これだけだな。こんなもんか。これとか作れないのかな。これ作れないな。よし、まあいいや。よしよし。じゃあエンジンルームかな。エンジンルームだよな、次は。さあ、うわ、燃え盛ってるわ。よし、消火完了。そしてまたバッテリーがあった。バッテリーいっぱいあるな。おお、すごい。これがエンジンルーム。すげえな。あ、なんか下に降りれる。ここでなんか修理すんのかな。これまたなんかあるぞ。サイクロプスのエンジン効率化。なるほど、いいね、いいね、いいね。こういうのは自分で作れないのかな。あ、設計図利用可能になって書いてたかな。あ、スキャンもできるの。なんかスキャンマーク出てんな。これか、亀裂をスキャン。あ、マジか、亀裂をスキャン。シールド破損、ドライブカーの。マジか、そんなものもスキャンして何かするのか。ここなんもないな、もう。下降りるか。向こう側も行ってみるか。向こう側にもなんかありそうだな。あ、これリペアツールで修理できるじゃん。あ、これ修理すんのか。うわ、危ない危ない、魚切ってる、魚。ほらほら、やめろやめろ、ほらほら、よし。リペアツールで修理するのか。あの部屋の壁と同じだ。あ、いっぱい魚いる。魚が山ほど。魚じゃねえけど、気持ち悪いのがいっぱいいる。危ない危ない。いや、まだまだいるな、この昼。ほらほらほら、よし、くたばったか。なるほどね、これを修理すりゃよかったんだ。結構穴開いてるとこあったからな、大変だぞ。よし、10箇所。マジか。じゃあもう片っ端から全部修理していこう。まあバッテリーもあるしな、大丈夫だろう。よし、残り1箇所だ。ここで最後かな。さあどうなる。よし、お、放射線レベルが低下します。マジか、これで放射線が止まるのか。こんな修理で、こんなんでいけるとは思えないけどね。絶対他壊れてるでしょ、ここだけ直しても。すごいな、これでいったのかな。特にでもなんかイベントっぽいものは何もないのか。進まないね、特に。これでいいのかな。他何かすることがあるんだろうか、わかんないな。ちょっと他に行けるとこないか探すか。また消火器があったぞ。消火器いっぱいあんな。じゃあとりあえず戻るか。多分こっちはもう終わりでしょう。でももう行けるとこもないか。エンジンルーム行ったし、指令室行って、貨物室とかも大体行ったよな。見落としがまああるかもしんないな。一旦戻ってみよう。プラウンスーツのところ。ここロッカー室でしょ？あ、え？あ、こっちから来たのか。
そうだな、こっち他は道なかったな。こっちか、ブラウンスーツのとこだ。他に道があったかもしれん。これ燃えてるとことか行けたりしない？行けないか、行けなさそうだな。こっちの、でも上行ってなかったな。そういえばあの上だな、怪しいのは。一応扉はあるな。司令室って書いてんのかな、ね、なんか書いてんな。なんとか室って書いてんな。行ってみよう。あーなんかやばそう。あ、なんかある。これなんだ、これ何も入ってないか。スキャンもできない、スキャンもできないね。何も入ってない。でもなんかありそうだな。だいたい燃えてるとこってなんかアイテムがありそうだけど。あ、あれがあるんじゃない、ブラウンスーツが燃えとる。あ、これか。あ、完成するんじゃない、ブラウンスーツ完成するぞこれ。わかんないけど4分の3だもん。これいける、これいけるのか。これめっちゃ燃えてるけど、あ、無理か。これ消さないといけないかな。火を消そう。ブラウンスーツを助けろ。よし、いいぞ。よし、スキャン、スキャンできる。これほぼ新品じゃない。やったー、設計図が利用可能になりました。ブラウンスーツやったぜ。おお、これで完成したわ。マジか、いいね。ブラウンスーツついに乗れんのかな、楽しみだな。まあでも設計図だからな、あれだろう、多分素材が山ほどいるんだろう。あんなもん作るには絶対大変だよ。これなんだろう、ストレージモジュール。あ、なんか良さそう。うわ、あち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 、危ない、怖。あそこにもプラウンスーツあんね。ストレージか、なんか良さそうだけどな。なんか増やせんのかな、何かのストレージを。このプラウンスーツもうこれ以上スキャンしてもあれかな、またチタニウムかな。チタニウムくれるだけか。あ、チタニウムか、関係なかったか。よしよし、まあいいや。じゃあとりあえず上行こう。よし、通れるようになった。先へ進もう。この先は一体、この先何、居住区。マジか、そんなところが。あ、倉庫とかあるじゃん。あ、なんかありそうだな。食堂だ。マジか、食い物あるか。あ、なんか、あ、めっちゃあるじゃん、水。うわ、すげえ、すげえぞこれは。あ、水だ、いっぱいあるぞ。うわー、いいねいいね。うわ、大量じゃん、すげえ。あ、もうインベントリ満杯になっちゃった。食おう、食いまくれ、食い放題だぜ。やったぜ、これで困らないな、食料には。こっちはちょっと消火器でもあんまり使いたくないかもしれない。あ、自販機があるな。あ、でも PDA もあるな、こっち。よし、めっちゃ燃え盛ってるから。自販機、自販機は使えないのか。やばい、引っかかる、危ない。火を消して、これだ、本日のメニュー。あ、なんかスキャンもあるぞ。これスキャンできる。壁だな、こんなものもスキャンできんのか。よし、飾りだな、とりあえず。あ、消火器だ。よしよし、まあさすがに消火器あるよね。あれ、このポスター持って帰れんの。マジか、飾れんのか、ポスター。よし、バッテリーをちょっと交換してポスターを持とう。うん、落ち着いてね、ポスター。もうこれも飾りだろうけどな。まあこれ以上重要なものとか出てきたら捨てるしかないけど。よし、この先まだ続いていいのか。扉は開きそうにないな。そして、お、船室があるぞ。あ、まだ結構あるな。あ、こっちもまだ結構あるな。あ、すごい、ずっと船室が続いてんだ。じゃあもう第一船室から行ってみるか。で、また箱だ。水か、水はもういっぱいいっぱいだからいらない。ゴミ箱あって、あー、ここなんかあるじゃん、ロックかかってんじゃん。なんかどっかにヒントがあんのかな。あ、なんだ、ストレージ。あ、こんなところにカバンが、空だった。手荷物カバン。あ、ベッドスキャンできる、これシングルベッド。お、これでベッド作れるようになるのか。これで夜もぐっすりだな。そしてなんかメモないかな。
手荷物カバン、これ拾えるんだな。手荷物カバンを直接拾うこともできるんだ。これを荷物としていけるのか。持ち物を持ち運べる一般的なバッグ。あ、これ入れたまま持ち運べるのかな、もしかして。そんな便利なやつ、まさか。いや、バッグが空でないため拾えません。拾えないのかよ。ダメじゃねえか。ダメだったわ。測られたわ。いらねえわ、じゃあ。じゃあいらねえ。何も持ち運べないバッグ。バッグだけ持ち運びたくはないんだよ。いらねえわ。あ、また。チェスト。あ、食い物だ。ブロック。で、ポスターだ。新しいポスター。プラウンスーツポスター。こっちの方がいいな。よし。ここはこんなもんか。そして、こっち危ないな。ん？館長。館長の宿舎。マジか、館長のとこも鍵かかっとるわ。マジか、第二選出、ここはいけないのか。第二選出は、あそこは第三か。第二はいけない。で、館長も閉まって、第一もいけないってことは、向こう側か。向こうに何かヒントがあるのかな。それから、もうすでに手に入ったメモで書いてあるかもしれんけどね。とりあえず探そう。果たしてここには。あ、またプラウンスーツポスターだ。海だ。違うバージョン。ちょっとかさばるな、これ。あ、PDA。あ、これじゃない。法的な記録。情報はなしか。情報はなしだ。他は何もないね。こっちは何もなし。で、またレンガだ。レンガもういっぱい。いいや。第7選出。まあ、とりあえず行ってみるか。よし。よしよし。消火完了。だいたいもうこのカバンの中は空か。何にも入ってないな。バッテリーまたあったわ。空だ。で、水があって、あ、あったぞ。お、パンフレット。義援金のパンフレット。マジか。全然関係ないな。バッテリーだ。バッテリー山ほどあんな。こんなにいらないか、バッテリーは。どうせまあ作れるしな。ここもなし。じゃあ、こっちか。第6と、第5はいけそうにないもんな。見た感じ。第6に何かあるのか。バッテリーだ、また。これは関係ないしな。何にもない。あ、また。ポスターだ。インベントリ満タン。もうチタニウムは捨てよう。チタニウムこそいらないわ。ストレージカラー。ああ、エイドキットか。あれ、何もないぞ。何もないね。あ、水。ないな。こんなもんか。見落としたかな。ここはいけそうにないしな。お、なんかコード書いてたぞ。素敵な申し出に書いてたぞ。お、第一選出に。コード1869。マジか。こんなところに書いてたとは。なるほどね。1869だ。第一選出。よし。1869と。よし。開いたぞ。さあ、ここに PDA。この PDA は、特に関係ないか。ダブルベッドだ、これ。俺しかいないからな。ダブルベッドは寂しいな。他はなんかないのか？お、青い帽子。え、帽子があったぞ、帽子。そんな急に、ファッションアイテムが。アーケードジョージの人形。何、アーケードジョージの人形って。なんかキーアイテム？キーアイテムかな？あ、これは壁掛けだな。キーアイテムとは思えないけど、一応持って行ってみるか。帽子と、ジョージの人形。特に何も関係なさそうだけどな。気分が和らぎますって書いてる。マジか。なるほど。ここはこれだけか。結局、じゃあ、館長室は、わからないな。館長室は、わからんぞ。番号。他持ってる、やつはどうだ？データ。はい、ちょっとわかんなかったから調べてみたらね。なんか、通信で番号を教えてくれるらしいんだよね。通信、でもその通信まだ来てないのか、まだね、イベント的に進んでないのかわかんないけど、番号もう書いてたから、今回もうそのまま、せっかくここまで来たしね、
これで行ってみよう。番号載ってたから、ネタバレが載ってたから。よし、これで行こう。2679だ。よし、開いたぞ。官庁室。官庁室になんか重要な情報があるのかな。あ、なんかすごい。小型模型。オーロラ号の小型模型だ。これいいな。これ飾ろう。あ、そしてこれだ。アルテラ本部、最後に記録されたネプチューン脱出ロケット。ネプチューン脱出ロケット。すげえ。すげえな。タイムカプセル。え？タイムカプセル？すげえな。いろいろなんかあるぞ。いろいろ出てきたな、急に。これ、あれか、さっきの脱出ロケットで脱出できるのかな？そんなの作れるとは思えないけど、そういうことなのかもしれない。なんか必要なものとかも書いてんのかな？すげえな、なんかめっちゃ大変そうだけどな、これ。これを作るのかな？とりあえずこれが必要なのか。いや、マジか。壮大になってきたな、脱出ロケット。もう救助を待たないのか。まあ、攻撃されるしな。PDA は、艦長の記録。なるほど、こんなもんか。あとはポスターと、オーロラ号のポスターと、この、模型だ。よし。いや、すごいぞ。なかなか。まあ、とりあえず、これでイベントは進んだのかな。これで、多分行けるところは、大体行けたっぽいから、OK か、オーロラ号は。放射能もなくなったから、これでようやくあれか、リブリーザーをつけて、さらに捜索もしやすくなるね。あとはその脱出に向けて進み出したのかな、ようやく。まだあのエイリアンの謎もまだまだ解明してないけどね。とりあえず脱出するか、戻るか。まあ本当にここ陸地だったのが良かったな、陸地というか、酸素がね、本当にあるから、なんとか探索できたな、楽に。はい、拠点に戻ってきました。まずはシーモスにちょっとモジュールを入れてみるか。手に入れた。これか。マーク1。よし。いや、深度300メートルまで行けるようになった。ああ、これはなかなかいいね。ストレージは？シーモスプラウンスーツ共用って書いてるな。あ、これ入れればシーモスに、あれか、ストレージがつくってことかな？そういうことかな？どこにつくんだろうか。シーモスのストレージは。後ろ側か反対側か。こっち側かな。あ、ストレージがついてる。おー、いいね。これでちょっとはシーモスがね、いい感じになったかな。でも、すぐ壊れちゃうけどね。すぐやられるからな。あ、育っているランタンフルーツが。いいね。そして、あ、そうだ、あれだ。プラウンスーツのやつとか、乗り物建造ベイかな。おそらくそうだろう。また通信が来ているぞ。そしてあれ、アルテラ本部から通信が来ている。なんだ、なんかめっちゃ早い、めっちゃ早い、めっちゃ早い。なんだ、サンド、レギュラーサンド。なんだよ、ちょっとプライベートな通信は挟まないで。プライ、あ、なんか今なんか番号来たぞ。2679。あ、さっきの番号だ。さっきの番号だ、これ。官庁室の番号今来たわ。マジか。通信受けてくれば、普通に行けたんだ。あ、なるほど。やったわ、なんか、チーズがどうこう言ってるけど。いいんだよ、チーズの話は。なるほど。まあ、番号分かったわ。今分かった。まあ、いいや。よし。乗り物、建造ベイかな、これ。これで作れるのかな。プラウンスーツ。あ、ネプチューン脱出ロケットも増えてんじゃん。すげえ。すげえぞ、これ。発射台からまず作るのか。マジか。あ、でも、チタニウムインゴットとコンピューターチップと鉛。そんなにだね。とりあえずはね。あ、プラウンスーツ。おー、エナメルガラス、エアロゲル、プラスチールインゴット、ダイヤモンド。うわ、すげえ。すげえいるな。すげえいるけど。なんとか集めれないことはなさそうな素材だね。一応知ってる系の素材ばっかりだからね。いいね。この辺作りたいな。この辺の素材を次回集めるか。で、あとまだ行けてないなんか、いろいろあるからな。脱出スポットのとことか、そういう場所が結構下にもあるんで、出が足のやつとか行ってもいいしな。あっちにもあるんだよね。
キーンの最終放送地点があるからな、あの辺も行こうかな、あの辺回りながらブラウンスーツの素材をちょっと集めようかな。次回はね、そんな感じだ。いい感じに進んできたぞ。いいね、脱出に向けて。というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。